キャリアコンンサルタントのあさこです今日はキャリアコンサルタント試験の面接試験の合格のコツについてお話ししたいと思います。まず私は、えー、と面接試験は、えー、と A 判定で1回で合格したんですけれどもその後にホルダーアドバイザーとしてたくさんの受験生の方の、えー、と練習会に参加させていただきました。 その中で自分の受験の時よりもそのアドバイザーとして参加させていただいた時の方がどうすれば試験に合格するのかとかキャリアコンサルタントとしての面接ってあこういうふうになってるんだっていうことがとても勉強になりましたその時の方が勉強になりましたですのであのキャリアコンサルタントの試験について、えー、その経験を皆さんにシェアできたらいいなと思ってお話ししようかなと思いました。 今回は4つにままとめてみましたこれは、えー、キャリーコンの面接試験の勉強方法ですとか合格のための必要な技術というよりも大まかにどういう方向性で勉強したらいいのかというようなことについてお話ししようと思います。まず1つ目は「ホルダーのいる練習会に参加する」ということです。私も自分のの、えー、試験の 練習の時にホルダーがいる練習会とあの学校の生徒だけでやる練習会両方参加していたんですけれども、まあ、当たり前なんですけども明らかにホルダーの人がいる練習会の方がぐーんと自分の、えー、面談が良くなるアドバイスをもらえるっていうことが分かりました逆にホルダーがいない練習会もやらないよりはいいんですけれども自分の練習もそうですし他の人の面接を聞いていても 聞いていてたりアドバイスとかを聞いていても,もう全然ちょっと間違えた方向に行ってしまっていたりその時は自分のが養成学校の出身の人たちだけでやっていたので明らかに自分の先生のやり方しか認められないっていう人も多かったのでそういう人のアドバイスばっかりだったりすることもありました。ホホルルダダーーががいいるる練習会だといろんんな学校のの人が混ざるんでですすよねももそうですし、えー、と受験生の方も ですので視野も広がりますし、いろんなシチュエーションやいろんなこう面接のやり方があるので、そう客観的に見ることができるんですよね。もちろんね自分のあの先生のなんか方程式などがあったら、それをね主張するのももちろんいいんですけれども、その方程式はなんでそうなってるかっていうのも分かってきます。分かってくるというか、そういう方程式を使わなくても受かる方法。 どういうふうに考えればいいのかっていうような感じの視野が広がっていくのでいろんな人がいるさらにホルダーがついているそういう、えー、勉強会に参加するべきだと思いますもちろんそのホルダーそのアドバイザーの方は、えー、試験に受かってる人ですので試験の状況ですとか、まあ、最近受かった方だったら、えー、と最近の傾向なんかもしっかり聞けますので試験のことが、ね、イメージしやすくなると思います。 なのででまずはホルダーのいいるる練習会に参加すすととうことです住んでる地域によってはそういうのが難しいと思うかもしれないんですけれども最近はもうオンラインでバンバンやっていますのでそのオンラインでやってるところ東京の方だったらいつでもやってると思うのでそういうのを探してみるともいいですし自分でそういうのをこう声をかけて開いてみるのもいいと思います。で2つ目はいちいち反省しないということです。まあ、ちょっと言い方があれれなんですけれども いいつででも客観性をを持った思考をあの作れるよううにしておくということこす例えば自分がキャリコンとして、えー、としてる時にちょっと別のところに第三者がいてその人がそのキャリコンをやってるのを見てるという状況ですかね。なのでその第三者がその第三者をイメージしていると15分の面談で「あここがちょっと変だったな」とか。 うーんここもちょっとこういう質問しなきゃだめだったんじゃないとかいろんなことがこうなんか見えてくると思うんですよね。そうするとじゃあ口頭指問でそこのところをちょっとアピールして、えー、ちょっとここができなかったから今後こういうふうにした方がよかったと思いますですとか今後の支援でこう,いうふうにし,たいと思いし,して支援していきたいと思いますですとかあそうやって言おうかなとか考えることができると思います。 実際試験でも15分の面談でたまたま私の場合はスムーズに話が弾んだっていうのもあるんですけども同じ内容の面談でもクライアントの役の方が違うと例えば全然しゃべらないというような役をやっている方だと全くこうめちゃめちゃになってしまって自分も緊張してしまって質問も思い浮かばなかったし何もできなかった。 といいう人人が何人もいましたでもそれでも受かっていたので何が良かったかというと口頭指問でしっかり自分ができなかったっていうところを言えたりとかもう面接官ももちろん何ができてないしこれが駄目だったっていうのが分かってるんですけどもそれと同じレベルで自分もそのことをしっかりアピールできるそういう客観性を見てるんですよね。ですので練習会ではその15分も,も上手にねあの面談 15分の面談をあの進めることがもちろん大切なんですけれどももういっぱいいっぱい失敗してで失敗してしまうとああってなってもうダメだ反省ああもうあそこもできなかったしっていうのが16分ぐらいから頭の中がぐるぐるしてしまうかもしれないんですけれどもそこをこう反省の時間をなくしてあっ15分終わったはいじゃあ次は口頭指紋さあ何を言おうかなっていうような感じでさっと明るく切り替えられるような。 そんな思考を身につけることがとても大事だと思います。そういう思考を身につけることで合格がぐっと近づいてきます。また練習会ではホルダーの方に傷ついちゃうようなこととか、なか怒られたり、ちょっとなんかきつい言い方をされるかもしれないです。さらにホルダーの方もそんなにね慣れてない方もいるかもしれないし、ちょっと間違った ことを言う方ももしかしているかもしししかかていいるれないのでそういう時にもそれをいちいちね、えー、と全部、まあ、受け止めることは大切なんですけれども全部全部取り入れてしまうと自分はダメだったとかそういうふうに思ってしまうかもしれないのでとりあえずとりあえず受け止めるっていうところまでにしておけばいちいち反省しないで済みます。ですので、えー、と客観性客観的な頭を持っていちいち落ち込まない反省しないという、えー、とメンタル に慣れていくといいと思います3つ目は自分を知るということですこれは2つあって1つは自分の性格や性質を知るということ2つ目は自分のあの知識を知るということですまず1つ目の、えー、性格まあ、タイプを知るということなんですけれどもこれは結構ホルダーの方があのたくさん いろんな方に指導してもらうとなんか自分が思ってもいないことを言われてしまうっていうこともあるかと思います例えば自分はえ普段人事部でいろんなあの方にえアドバイスをしてきて皆さんこうそのアドバイスを聞いていい方向に向かっているそんなお仕事をしてるとしますよね。だから練習会でも、 クライアントのことを考えてクライアントがいい方向に行くように笑顔になるように一生懸命やったつもりもうこれで完璧だ思ったのにもかかわらずホルダーの方に「全然傾聴ができてない」とか「問題解決思考になってしまっている」「解決する必要はないんですよ」とか「質問が長すぎる」とか「思ってもないことを言われる」っていうふうに思うかもしれないです。 なのでちょっと思ってもないことを言われてしまったなっていうふうに思ってもとりあえず受け入れて受け入れられなくてもちょっとメモを取っておきましょうこれは自分が何かが悪いとか性格がちょっと悪いとかそういうことでは全然なくてあ自分はそういうあのタイプなんだじゃあそういうタイプだったら、えー、試験の時はこういうふうに変えればいいんだっていうことに気づけられれば急に面接の力がアップしますですのでこれは人それぞれね えと違ってくる内容かと思うんですけれども例えば問題解決思考になってしまってるって何回も言われる方はちょっと頭が仕事モードになっているのかないつも人事の仕事してるからじゃあそ仕事モードじゃなくてちょっと友達感覚でやってみようっていうふうに思うかもしれないし自分はすごく一生懸命聞いて、えー、と反応してるつもりでも表情がないとか。 あんまりちゃんと聞いてないように見えるっていうふうに言われてしまったとするとあじゃあ自分はそういうタイプだから面接の時は俳優になのでここでも自分がねあこういう性格だからあダメな自分だなっていうふうに思うんじゃなくてそ,れはそんなの全然関係なくて。 自分のこういう特性には、あのこのキャリコンの面接には向いて、あの向いてないところだから、こういう風うに切り替えればいいな。とか、そういうのに、いち早く気づける方がすごく合格に近づいているように思います。2つ目の知識についてです。けれども、これは私が特に感じていたことで、特にえー、とある程度採用です。とか人事関係です。とか、そういうところで働いている人はそれほどないかもしれないんです。けれども、他の分野から。 ャリコンの試験に臨もうという人はととても知識が足りないと思うんですよね例えば自分が大学卒業したての、えー、社会人12年生だとしたらクライアントが50代の男性だった場合全く自分の周りにいなくて50代男性がどういうことで悩んでるというのが全く想像できなかったりしますよね定年が近くて介護の問題もあるかもしれないしもしかして子会社に。 いけと言われているとかいろんなことが想像できるわけですでも自分の周りにいないとそういう想像も全くできなかったりもちろん面談ではしっかり傾聴して目の前のクライアントだけを見てそこからいろんなことを汲み取ることがもちろん大切なんですけれどもあまりにも知識が少ないとやはり難しいところも出てきます最低限の知識はあった方がいいと思うんですで、それはもうこ学科の試験の内容で十分です しっかり学科の試験も並行してやっていくことが大切だと思います。で、四つ目は復習をするということです。まずは、えー、練習を録音しといて、それを聞くということです。で、自分の音、ね、聞くのなんて耐えられないというふうに思うかもしれないんですけれども、もうその録音に載、えー、っている声は、えー、もう自分じゃないと思って聞いてみてください。 自分じゃない人が面接やってるっていうふうに思って私のおすすめはツッコミを入れながら聞くということです。この面談をしているのが私,私じゃないと思えばツッコミやすいですよね。なのでちょっと変なところがあったら一回止めて自分でこうに出して私だったらこっちの質問をするな。なんとかなんとかですよね。っていうふうに言いながら私はやっていました。ぜひ一度止めてこうに出してツッコミながらあここはこういうふうにした方が良かった。 ここはこうじゃないでしょとか言いながらあのやってみてください。でちょっと違うなというところは自分で言い換えてこうに出してみるといいと思います。でもし時間があればぜひ文字起こしをしていただいた方がいいと思います。で今は文字起こしをする便利なアプリがあるので概要欄に紹介しておきますのでぜひあの使ってみてください。はい、以上キャリアコンサルタント試験面接試験のコツについてお話ししましたそれではまた。 ご覧いただきありがとうございましたチャンネル登録者数が1000人を越しましたらコミュニティ機能を使っていろんな情報をアップしていきたいと思っていますぜひチャンネル登録していただけると嬉しいですよろしくお願いしますそれではまた